はい、時刻は16時1分になりました。すいません、バタバタしちゃいました。ですね、この時間ですね、私小玉郡市エリア動物情報の番組なんですが、本日はですね、特別に番組をお送りいたします。実はですね、11月3日の水曜日にですね、小玉町、お祭りがあるんです。それで先日ですね、小玉町をずっと走ってましたら、荒町の山車を見かけましてですね、急遽インタビューをさせていただいたんですが、お話がね、あまりに深すぎてですね、しっかりもうちょっとお話を伺いたいなと思って、その日の帰りに、アポを取らせていただいて、そうですね、山車とかいろんなものを聞いたら、なんか130年とかの歴史とか、もう少しね、深く聞いてみたくなりました。ということで、本日は小玉荒町、自治会の副会長を務めます、浄土宗実相寺のご住職、落合隆之さんをお招きしております。よろしくお願いします。こんにちは、今ご紹介いただきました、小玉町の、荒町の自治会の、副会長と、それこそ門前がですね、もう荒町の大きな通りになってるんですけれども、その門前を、の中を境内を、管理してます、そして、お檀家の方たちと一緒に念仏をあげてます。浄土宗実相寺の住職も扱っております、落合隆之と思います。申します。よろしくどうぞお願いいたします。今日は、私が分かっているところだけでお話しします。ですから、いろんなところでひょっとしたらば、様々なところでの行き違い、あるいは、読み違い等が出るかと思いますけれども、その辺は、ご容赦いただき、また様々なところでご協力賜ればと思いますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございますね。11月3日のね、お祭りのお話とね、出汁とか、屋台とか、お寺の歴史についてもいろいろお話をお聞きいたしますので、本日よろしくお願いいたします。はい、ではでは、もう自己紹介しちゃったんですね。しちゃったねだからさ、一番あれなのさ、秋祭りってさ、はい、なぜやるのかなって、そこから来ました。秋祭りは、夏は暑いから、秋はあれですよ、五穀豊穣。そう、五穀豊穣なんだよね、うん。それとね、この辺はね、後で話出てくるけれども、例えば、花尾喜一にしても、あるいはね、今、NHK で、パルって誰だけど、放映されている渋沢栄一法に関してもね、うん、はい、何かって言ったらば、ドラマの中で出てくるお蚕。はい。お蚕さん。うん。養蚕なんですよね。養蚕ですね。うん。だからね、今はね、11月の3日なんですけれども、はい、本来って言ったら10月のね、15日なんですよね。ああ。うん。で、そこのところで、五穀豊穣と、それこそ、ね、お蚕のことが終わって、それこそ眉になって、はい、ありがとうございます。おかゆこ様へ、それこそおかゆこ様へのね、感謝の奉納の祭典だったっていう状況みたいですね。ああ、そういうことか。うん。そういうことかって言っても、そういうことなんだよ。ね、そうか、うん。それでね、この間偶然だよね、本当に偶然だよね。はい、来て荒町の自治会の若手から皆さんが一生懸命、出汁なんですけれど、屋台なんですけどね、はい、屋台をこう掃除して、はい、掃除して飾り付けをして、はい、で、それこそ文化財にもなってる弁慶の幕を出してたところを、はい、通りがかって見て見たら、うわ綺麗だっていう驚きサプライズになって、はい、急遽インタビュー、そう、急遽インタビュー、なんだよこいつらと思ったけどね。最初怖かったです。でも、なんだよって言ってるの、怖かったと思ったら、逆にもこっちも怖かった。あ、そうなんですか。
そういった、ね、関係性が始まっちゃったけど、はい、まあ、やることはお互いにやろうぜ、はい、そしてこのことは先ほど言ったけども、あのサステナビティじゃないけれど次にね伝えたくちゃいけない部分あるんだよね、はい、だからそれは本庄でも本庄市内でも、まあ、旧本庄っていうところかなでもあるわけだし、もう小玉でもあるわけだし、それこそ小玉のちょっと山間部の、はい、秋平、はい、元泉、はい、とか金谷だとか、はい、京和だとか、その地域地域にいろんな思いっていうのがあるわけよね、はい、その辺の思いっていうのがやはり祭り、祭りっていうのは地域の政治事ですから、祭り事ですから、はい、それがこう積み重なってきた、そうしたところでの状況の中で荒町、まあ実相寺の門前って言いましたけど、その東海隈がどうだったか、はい、そしてそれがどう、屋台に反映して、はい、秋祭りに反映して、はい、現在に来ているかっていったところ、はい、で大切なことは何なのかっていうのをもう一回見ながら、はい、お話できればなって思います。ありがとうございます。本当にあの 急な申し出も本当に心よくね、あの本当にありがとうございました。いえいえいえ、はい、ということでまずは一曲聴いていただきましょう。ビートルズで、うん、あの私自身が1950何年生まれで、はい、それこそビートルズ世代のね最後の方だと思うんですよね、はいはい、だから7つ年上の姉がいるんだけど、彼女たちは結局学生紛争云々の時代の人なんだけれど、ビートルズのチケットを手に入れたんだけれども行っちゃいけないとか言われた世代、そうなんですね、うん、だからそれをこうね姉たちがいいなって思ってた部分もあったりして、うんうんうん、でまあビートルズだとかそれこそサイモンとかアバンクルだとかっていうのが高校時代ね、はいはい、で展開していて、それでそれこそあのフォークソングの吉田拓郎だとか井上陽水だとか出てきて、ちょうどこの辺の喫茶店で高校3年2、3年の頃はもう小玉からこっちまで 50cc のバイクで走ってきてでやってたっていうね、だからここ来た時もね懐かしいなと思いしてあげてます。まあそんなところで、はい、音楽もちょっとあのリクエストさせていただきましたので、はい、よろしくいただければと思います。はい、それではビートルズでレッツイッビーお願いいたします。ありがとうございますやっぱりいいですね話。じゃあ月1回ぐらい何トーク番組持つ本当に嬉しい、それめちゃくちゃ思う。なんかこう小玉軍師だったら美里の弘樹もね繋がってるんですよね、うん、なのでそれがあるんでどうかなと思って少し警察官友の会よりお知らせです。5分、うん、県内ではオレオレ詐欺が発生しています。そうなの、5分ぐらいなし、5分ぐらいの音楽だったら10、20、30、40、50でちょうど50分、会社のお金を使い込んでしまったなど仕事のトラブルを口実にお金を騙し取る手口が目立っています。これ警察署の CM、 電話でお金の話が出た時は詐欺を疑いこういうあの CM がないと運営できない、被害に遭わないために在宅中でも留守番電話設定にする、ナンバーディスプレイで相手を確認するなど犯人からの電話に出ない対策を取りましょう。以上、本庄地区警察官友の会がお送りしました。581番鉄板ダイニングカラス和代宅組ラジオ頑張れー。582番有限会社本庄広範社の野原です。頑張れ育みラジオ。583サンドレ本庄店です。育みラジオ頑張れ。584番鏡天霊の太田です。育みラジオ。585番鏡天霊の黒沢です。育みラジオ。目指せ千人育みドゥダンス。586番相模天霊の菊池です。帰りこれやって帰ってラジオ。587番何番山泉です。実相寺住職落ち合いって言って相模ラジオ、まあ、それ終わってからにしよう。頑張れって帰りがけお願いします。589番秩父 FM パーソナリティの坂本範明です。相模ラジオ。
590番キーパープロショップ秩父のこの後ジングルでおります。はい、何ジングル目指せ生に励みラジオ音楽とか CM とか入れてあるやつがあるんですけど、こういうやつです。本庄 FM 89.3 本庄 FM。はい、時刻は16時15分を回りました。ですね、本日は児玉町自治会副会長を務めます、荒町自治会 副会長を務めますもうボロボロですね私、うん、いいよいいよ浄土宗の実相寺ご住職、落合隆之さんをお迎えして引き続きお願いいたします。よろしくお願いします。はい、じゃあ今度は荒町のそれこそこの間ね、門前に来て、はい、びっくりしたんだと思うんですよね、はい、そのびっくりしました屋台なんですけども、はい、屋台のことを中心に、はい、ちょっとお話しさせてもらおうかなと思います、はい、でね、荒町のはね屋台っていうんですって、はい、でね、あと一つこう中町とか中町と、元町と、はい、それと上町さんにあるのは出汁っていうらしいんですよね、はい、でね、児玉にはねもともとねまだあったんですって。鍛冶町さんにもあったし、長浜さんにもあったらしいんですね、はい、だけどいろんな状況があってね、それをこう手放さなければいけないっていった部分があって、はい、いくつかは、藤岡とか西の方に移設されたっていうふうに伝わってるんですね、はい、でね、児玉のねその出汁屋台っていうのはね、いつ頃作られたかなったら明治20年代なんですよ。でね、この明治20年っていうのはね、はい、でだからいろんなものをこの児玉の町、特にはまあ荒町あるいは私実相寺の住所で実相寺の歴史っていうのをね、はい、調べていくとね、明治20年頃っていうのはね、児玉っていうのは20年以前なんですけれども、はい、今でもよく言われたつもね、火事が多い町なんですって、すごくね火事が大火事が多いんですって。昭和でもあったらしいんですね。なんでなんですかね。あのね、水がねないって言われてるんですよ。それと結局空っ風じゃないけれど、状況によっては吹くでしょ、はい、そういったところでね火事が多い。ちょっとした火がこう風でこう煽られて、だからね、これはそれこそ先代住職に教わったんだけれど、はい、本庄から児玉に向かって道ずっと行くと上町のあそこの四つ角の交差点になる、200メーター、150メーター手前ぐらいまでは若干狭いけれど、はい、そこからポッと広くなると思う、はいはいはい、あれはあそこから今でいう銀行部の方だよね、はい、が燃えたというふうに言われてるんだよね。まあそういったところもう一回検証しなくちゃいけないんですけれどもね、はい、そういったところと、それとその火事が多いのと、水がままならないというところで、井戸って言ったところが相当生活の中で必要化されてるんですね、はいはい、でその井戸水っていうのはすごくね物が良かったんですって、水質が。だから児玉には今なくなっちゃいましたけれども、新日本っていう造り酒屋さんと、千里という造り酒屋さんがね、千里という造り酒屋さんは実相寺の前なんですけれども、そのでこのあんな小さな町で、あんな小さな町って言ったら失礼だけど、小さな町で2軒もの造り酒屋があったっていうのは、それだけ水が地下水が良かったんじゃないかって言われたりするかね。でそういった地下水だとか、あるいはこれは自然ですよね、風土ですよね、そういったものがそれこそ五穀豊穣だとか、さっき言ったお蚕の養蚕だとか、はいはい、それにまつわるさまざまな地域産業だとか、そういったものが実相寺の門前でこうあの通りが毎週の
シルクロード、絹街道じゃないけれども、はいはいはい、なっていく位置づけのバックヤード背景になってるのかなっていう、まあ、状況ですね。まあ、大学で今教えたりしてるんですけども、はい、環境だとか福祉だとかについて教えてるけども、まあ、専門的視点としては、社会学じゃないけれども、はい、そういったところでどういうふうなそう、ね、時代時代の中で展開してきたかと見てくると、はいはい、いろんなものが見えてくるし、なんかでもさ、シルクロードってかっこいいですよね。ね、だからね、本当シルクロード商店街なんてしても、ね、いいぐらいだけど、はい、残念ながら、ね、今お解雇とか養蚕って言ったものにちょっと関われなくなってきて、はい、そうですね、だからその養蚕の経済的な状況によって今のその屋台があるって言ったところはこれから残していかなくちゃいけないってことですよね。そうですね、すごい、なんかそういうものをもっともっとなんか若い人たちにこう伝えていきたいっていうありますね。なんか屋台を見たらもうなんかすごかったんですよ。あの大きな屋台って結構あちこちあるんですけど、あの彫刻から色合いからお飾りから、うん、で歴史を聞いて、うん、であの弁慶の聞いたり、うん、幕を見たりしたらもうあすごいなと思ってしまって、うん、なのでもっといっぱい聞きたいなと思って、うん、はい、だからね、あのお店ここに手持ちにあるんだけれども、はい、あの荒町の屋台の歩みって言ったことでね、すごいカラーであったんですね。そう、これ作ったのはね、はい、平成10年なんですよね。1998年なんですね、はい、でね、これ作ったのはうちの親父だとか先代の住職だとか、それこそあの同級生だった飯塚義雄さんってやはり町会長をした方とか、はい、そういった方たち、そしてあの先代の前町会長だった千原さんだとか、あ、金物の千原さんだとか、はい、現在 の, あの自治会長を務めていただいたつくしさん、はい、善一郎さんが一番若手で入ってるんですけどね、はい、こう昔の写真からこう、はい、すごいですね、ですよね、はい、でその中で、そういった秋祭りがどういった意味合いなのかとか、はい、戦中はどうだったとか戦後はどうだったとか、それとか叩き合いっていうのを今四つ数でやったりしてたんですけれども、はいはい、今年はできないのかな、うん、そういったことがどういうふうに始まったとかっていうね、うん、あるいは彫り物なんかも一つ一つ全部写真撮って、すごい設計図まで入ってるんですよ。これはもう一般の人は買えないわけですか。だから当時、だから平成10年の段階で、区民の皆様には配ってると思うんですよ、ね、あ、それ以外はないってこと、うんうん、すごい。だからこれをもう一回ね、リライトしなくちゃいけないかなっていうのも、それこそさっきから言ったサステナブルじゃないけど、これから文化を継承していく意味でね、必要かなっていうか、見たい人いっぱいいると思うんですけど、うん、多分あると思うんですよね。あの各家のどっか書家の隅の方に入ってると思うんですけどもね、だからこれをもう一度こう書き直すっていうのも、はい、今の我々の作業かなっていうところですよね、はい、素晴らしい、うん、だってその荒町の屋台の歩みだけの冊子があるって素晴らしいと思います。だからお囃子、今お囃子保存会の方たちが一生懸命やってお囃子をね、はい、保存してくれる、それもあの深谷の方からあるいは岡部の方から笛を吹く人がそのつるに来てたとかね、だからその岡部とか深谷っていうとやはり養蚕運動だよね、はい、お蚕子さんが運動と関係があったんじゃないかなって言ったら推測できるし、はい、となってくると、まあ、渋沢栄一王の文化っていったものもどこからか入ってきてる。だからさっきシルクロードって言ったけど、はいはい、そういった意味でもう一回そこを再興する価値っていうかね、ねばならずますとかもわかんないね、うん、なんか面白いもし、なんか面白いとか言っちゃったらいけないと思う。なんだろうな、やっぱり私はあの よそもんっていうかね、あの福島から来て、ここに住み出してまだ10年ぐらい歴史が浅いんですけれども、でも一番最初にやっぱり本庄に引っ越してきて、でそこからお家を
あれして三郷に住んで、うん、で一番最初に回ったのが小玉なんですよ。小玉小平地区から、うん、あの小玉をずっと歴史を、うん、あの写真撮ったり、うん、でちょっと車椅子なので謝罪堂の、ね、上には行けなかったんですけど、うん、そういった感じでずっと引っ越してきた次のと次の年っていうか、うん、暮れに引っ越してきたので、うん、次の年から1年間かけて回ったのが小玉なんですよ、うん、なのでやっぱ小玉の歴史はちょっと知りたいなと思ってますね、うん、はい。なので一旦あの一曲かけていいですか。はい、ではではごめんなさい、またバチャ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 してる。いいね。はい、お願いします。よろしくお願いします。はい、はい、はい、それではビートルズでストロベリーフィールドフォーエバーお願いいたします。言えてた、フィールド言えた、よっかよっかこんな感じでいいの。はい、いいんです、はい、あれ頑張れ頑張る企業を応援する本庄商工会議所からご案内です、はい、本庄商工会議所は企業や地域の発展をサポートいたします。創業者や中小企業、個人事業主を対象にコロナウイルス関連の補助金や給付金、財務や労務、情報化等の年間相談件数は4000件以上、融資のご相談は300件以上対応しています。生命保険をはじめとした商工会議所共済制度には3000人以上の加入、経営のお困りごと、ビジネスチャンスの拡大、商工会議所のスケールメリットを活用した人脈構築は本庄商工会議所にお任せください。電話 22-5241 22-5241 です。青ペンキ、黄色ペンキ、赤ペンキ、白ペンキ、黒ペンキ、オレンジペンキ、ピンクペンキ、紫ペンキ、茶色ペンキ、ベージュペンキ、緑ペンキ、グレー、あなたを幸せにしたい、内藤塗装工業。内藤塗装工業では随時求人を募集しています。現場監督のお仕事となりますので、女性の方でも働きやすい環境です。男女問わずお気軽に 0495-24-0333 内藤塗装工業まで。頑張れ。はい、時刻は16時30分を回り、もうちょっとで31分です。はい、本日はね、小玉荒町自治会 の副会長を務めます浄土宗自主総寺のご住職落合隆之さんをお迎えしております。引き続きよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。ではではで、あの今度ですね、うん、今度ですね、なんだろう、実相寺の歴史に関わることと、うん、さっきもちょっとお話出ましたけど、屋台とその実相寺の関わり、そうだ ね、はいはいはい、その辺をちょっと詳しくお聞きしたいと思います。実相寺の歩み、今までの歩み、はい、さっきはね、はい、屋台の歩みで言ったけど、はいはい、今度は実相寺の今までのどういうふうに展開されてきたかっていうことと、はい、それと地域とどういうふうにコミットしてきたかっていうところかな。そんなところをお話しできればと思うんですけどね。実相寺ってね、それこそ、まあ、先代があの高校の歴史の先生長かったからまとめてくれてるのを今こう見てるんですけどね、はい、西暦で言うとね、1070年なんですって。へえ。逆算すると何年、1040年くらいになっちゃうのかな。1040年、何年前、まあいいや、それはその辺はねちょっと後でゆっくり検証しますけれども、はい、ね、その時はね、どこにね最初になったかって言ったらね、今のね小玉のゴルフ場ってあるでしょう、はい、あの中にお堂があったらしいんですよね、実相寺の。うん、へえ。
でね、その小さい子どうだったらしいんです、はい、その、 あの時の内物っていうのはまだ伝わってはいるんですけども、はい、その実際に実装にあのあると伝えられてるんですけどもね、はい、それをこうさまざま見ていきますとね、本当に小さいお堂だった。でそれの時に今あのもうない もちろんないですけど、城山小玉の城山っていうのがあったんですけど、はいはい、そこの夏目文庫の神が結局その時の城主なんでしょうね、あの出城の城主なんですけれども、はい、あの寺をあのお城の砦の周りに集めるっていうことをしたんですよ。そう、それはね、あの他 の、 あの大きなお城を見てもらうと分かるんだけども、はい、お寺をねこう集めてるんですね。なぜかって言った時に、攻め込まれる時の一つの、まああまり言い方じゃないけれども、石垣の手前の一つの防御砦みたいな感じに、うん、そういったところがあるわけ、はい、だから、上田の方にもあるあの城だとか、はい、各地の城の近くにも必ずお寺っていうのがあったりするんですね。だから実相寺もそうですし、上元寺さんもそうですけれども、はいはい、その霧ヶ丘城ですね、はい、にこう集められたっていう歴史があるようなんですね。もともとは今のゴルフ場の中に小さな王道だったっていう、はい、あの経緯があるようなんですね、はい、で結局そこからもうどん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 時代流れてくるわけですけれども、はい、まあ、それこそ皆さんが食べられる時期食べられない時期、民衆の人たちが食べられる時期食べられない時期があったりする、はいはい、だけど、まあ、浄土宗っていったところの、ね、阿弥陀様にの救いっていったものをどうあの具現化していくかっていうようなところで、はいはい、まあ、地域の中での、うん、寺院としての実相寺の役割が荒町との関係性という中でずっとあの積み重ねてきたんだろうと思うんですね、はい、でそうした中でその祭りごと、はい、町の祭りごとの中で実相寺も場として場所として、ね、はい、あるいはだから人が集まる場所として、はい、あるいはもう苦しい時に何かあったらこうそこからで炊き出しをしたりとか、はい、そういった一つの、ステーション、はい、になってたっていうところが伺えるわけですね。炊き出しとかもしてたんですね、うん、だから私が知ってる限りでは近隣で火事があった時、うん、やはり、それこそ炊き出しをしたっていうところもありますし、あるいは ね、あまり、語れなくなってきてますけれども、第二次世界大戦中にそれこそ千代田区の、はい、小学校の、はい、女子たちが疎開していたっていう、はい、話もあったりするんですね、うん、でもその疎開していた人たちは多くのことなくなってしまいましたけども、前それこそこちらに来ていただいて話を受けた時には、実相寺にいたらそれこそ当時お米がなかったのに、うん、白いお米をいつも食べてたって言うんですよ。それはなぜかって言ったらば、実相寺の檀家の例えば上川のエリアの人たちが実相寺に来ている子供たちに白米を食べさせなきゃいけないっていうので届けてくれたっていうのが伝わってるんですね。だからじゃあ上川ともつながる、そう檀家さんありますからね、はい、だからそういったところでね、いろんなところ、あるいは上川って言ったけど実相寺が火事になるんですけれども、火事になった時ももう一目散に、来てくださって、で今のご本尊も安全なところに出してくれたので、はい、本堂は焼けたけれども、それは江戸時代の終わりのですけどね、はい、焼けたけれども、お内仏ご本尊は大丈夫だったっていう、そんなのも記されてるんですね。すごい、昔でいう炊き出し、ちょっとイメージがね、東京の方での炊き出しっていうと、ほら、今ね、それこそ私の知り合いの吉水くん、学園くんなんかが昔でいう山屋だとか、そういったところでね、炊き出ししたりしてますけどもね。だからイメージ的にはちょっと違うのかもしれないけど、私は昔の炊き出しのイメージから、その子ども食堂をやったので、いろんな年代が集まれる場所として。今度は紹介、吉水
証人紹介するから、うん、ありがとうございます。吉見証人今あのそれこそこの辺にあの住んでいらっしゃるベトナムの方たちとの関わりで、はい、様々なあのケアをしてるから、はい、それ物心 両面でね、はい、うん、そういったこともこの地域で行われてるから、またその辺もつなぎましょう。そうですね、はい、はい、で、じゃ あ, あの今日今回は、うん、その実相寺と、うん、屋台との関係の方は、うん、この荒町の屋台の歩みですね、うん、その実相寺の、石畳がどうなんとか、まあ、石門、うん、はい、だから実相寺に、はい、あの屋台を収めるっていう場だったんだね、最後にこう、そう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 、うん、だからあの幅がそう、あの屋台と同じ、屋台が通り抜けられるちょうどの幅になってます。あ、そういうことだったんですね、うん、だから本当に屋台中心に実相寺と屋台と、はい、そして荒町のコミュニティがトライアングルになってたんだろうね。うん、あのね、トライアングルって好き、うん、あの昔からなんかその三角のなんかこうなんだろう、多分私、うん、分かる私が思うに、うん、お父さんお母さん、うん、自分っていう風に、そうそうそう、だからあの例えば小学校なんかの PTA、はいはい、昔 PTA の役員やってたけど、はい、ね、親と地域と子どもたち、はい、あるいは親と学校と地域、はい、家庭と学校と地域がゴールデントライアングル、はいはい、正三角形、はい、で展開するっていうことが理想だよね、なんだよ、はい、前々から思ってるけどね、なかなか難しいけどね、はい、そうですね、だからそうそう、いろんな意味でも行政とそれこそ市民と文化とがこうどう捉え、ね、正三角形になるかっていうお互いの努力、はいはい、うん、相互扶助なり相互努力なり、はい、ね、まあ元々は自助努力があるんだけども、はい、そこから進めていくっていうようなコミュニティが作れるといいよ ね、 ね、そういうの私本当にね思うんですよ、なんか、うん、まあ人のた世のため人のためじゃないんですけど、うん、そこは私が言うのは おこがましいっていうかあれなんですけど、いやいやいや、ただお父さんがいてお母さんがいるから、うん、どんな人でも自分がいるっていうのは人間愛のあの原点だと思ってるので、うん、だからね、そのゴールデントライアングル言ったけども、このお祭り、うん、祭り事って言ったけれども、はいはい、やっぱそういう意味で必要です、うん、住民の方もお囃子をあれす方、はい、それこそ今回は浮かせないけど、浮かすときに舵を取る方がいらっしゃるわけ、はいはいはい、あの屋根の上に上がって電線をこうね、はい、溶けたりする方には、はい、そういう人たちのこう力が一緒にならないと動かないんですよ。うん、ただ引っ張る人が引っ張れって言ってもダメなんですよね、うん、はい、ね、だからそれがね、その祭りって言ったところのね、うん、醍醐味だよね。だからこれは夏祭り、おみこしのでもあると思う、はい、同じですよね、うん、やっぱりその辺はね、しっかりとこれから心得ていかないと、うん、ただ単に担いで、ああよく疲れた、笑った、酒飲んでうまかったよで終わっちゃうんじゃなくて、うんうん、その辺そういった文化性っていうかね、意味合いとかね、意味合いとかね、うん、そういったものをこううまくつなげていかないと、はい、うん、ただ単に楽しかったね、よかったね、じゃあサステナブルにならないよね。そうですよね、だから、うん、あの結構私、うん、そんなのいいじゃんって言われるんですけど、うん、なんか一個一個の由来とかそういったものをつなげていきたかったりとか、うん、結構そういうとこ好きなんですよ。だからね、こだわらなくなってるんだよ。ああ、そうか。だからあの今教育委員扱ってまして、はい、小学中学校行って見て、はい、あの生徒さんやあの学童のね状況見てるとね、こだわらなくなってるんですよね。ああ、そういうこと、うん、こだわりってやっぱね必要だね。あれって疑問に思うことから物事始まるじゃん。うん、そうですよね、うん、だって知ってる方がおかしい、おかしいっていうか、知らなくて当然からスタートするわけだから、そう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 、はい、と思います、私も、はい、だからね、そういった意味で、はい、そのお祭りっていうのをもう一回ね、はい、この機会にこう見定めながら、自分たちが今生活している地域がどんな育みをしてきたのか、私たちが育み、ね、はい、どういうふうに物事を積み上げてきたのか、はい、そういったところをこう感じられる、再認識できるいい機会かな、まさにあの育みは久保地球さんな、うんうん、すごい、そう、それがこうやっぱ積み重ねていくっていうのは必要だし、はい、みんな積み重ねてんだけど、それが意識化されてないそうですね、はいはい、うん、ね、だからそういったところを意識していかないといけないしね、はい、だからそれこそトップダウンで行政がこうやるじゃなくて、はい、住民たち、私たちがボトムアップ
どういうふうに巻き上げていくかっていうことが、はい、うん、これからより要求されてくるし、で逆に行政を巻き込んでいくような形に、だからボトムアップね、湧き立つ湧き上がるっていう意味があるけど、はい、うん、お祭りもだからそれも一つの手法なんだよね。そうですね、うん、はい、それが体感できるいい時間だから、ね、みんなで参加してもらう、みんなで見つめてもらう、いいですね、っていうことが必要かなと思いますね。ね、ただなんかこの、あの放送を聞いた人が、あ、行ってみたくなるようななんかお話いただきました。はい、はい、そしたらとか言ってごめんなさい。あの3曲目ちょっとお聞きいただきましょうかね。はい、はい、ビートルズで The Long and Winding Road お願いいたします。ね、1時間じゃ足りないでしょ、だからみんな2時間の番組持つんですよ。あ、でもこういう番組いいな、誰かやってくんないかな。ここで絞ります。はい、お願いします。はい、時刻は16時45分過ぎました。ねえ、お茶住職早いですね。もう終わり？終わりなんですよ、もうじき。はい、このね、また小玉ね、荒町自会の副会長を務めてます、浄土宗実相寺のご住職落合孝幸さんをお迎えしてます。引き続きよろしくお願いいたします。はい、はい、今度は何話？はい、今度はね、ちょっとね、お聞きしたかったのが、花吹市先生と、渋沢栄一郎が何か関係があるっていうのをちょっと、ちらほらと聞いてるんですが、何がどんな関係が？ああ、だから今ね、NHK の大河で渋沢栄一を、はいはい、まあ、あとは渋沢栄一って言っちゃうかもわかんないけれども、はいはい、渋沢栄一が取り上げられていますよね。はい、でなぜ渋沢栄一のすごいところっていうのは、まあ、ヨーロッパのさまざまな状況を日本に取り上げたっていった部分もあるんだけどね、はい、ちょっとね、この地域として捉えるならば、小玉本庄エリアで捉えるならば、その中山道っていったところを一つの拠点としてね、はいはい、王子滝の川、はい、豊島区王子滝の川、はい、今私の勤めてる大正大学の近くなんですけども、はい、あそこにね、渋沢邸っていうのが今あったんですよね、飛鳥山に。あ、うん、で今もね、何らかのね、記念館みたいなのあると思うんだけど、あのね、王子だとか滝の川、巣鴨、あの辺はね、それこそ明治のから大正にかけたね、渋沢栄一のね、まあ、プレイランドって言ったら失礼なんだけども、社会的なさまざまな機能の施設をね、こう配置したところなんですよね。でね、なぜね、東京市内じゃなくてね、滝の川かなってすると、中山道で深谷までピッて帰ってこれるわけ。一本で。一本で。で、あの辺には200軒なんかやって貧しい人たちの住まいもあったりするんですね、うんうん、そこを改善しようって言ったね、それこそ福祉だとか、はいはい、教育だとか、はい、ね、公衆衛生だとか、そういったことを、さらにはね、大学も作ってますし、うんうん、私の住まいとの前身宗教大学とかを渋沢栄一が作る時に関わってる部分もありますし、うん、いろんな意味で、あそこがね、プレイランドだったんですね。プレイランドって言ったりするだけど、いろんなことを近代化を持っているところでの一つの大きな位置だったんです。エリアだ、コミュニティだったんですね、はいはい、でそこはそこのさまざまな情報をこう、まあ、深谷から中線でボーンって持ってきて、はい、でそれを今度は本庄の方に中線道からずっと回していくっていう部分だったりするわけですね。だからちょっと前まで TBS が中山道を、はい、特集を組みましたよね、はい、牛久場を記録してましたよね、はい、だから本庄っていったところ、小玉っていったところも、その中山道のさまざまな文化
流れによって文化がこう来ているってところですね。で渋沢栄一と花尾刑事っていうのは、渋沢栄一ってのはさっき言った福祉だとか医療にすごく、はいはい、見識持ってたんですね、はい、で花尾刑事もう軽症楽しちゃいますけど、花尾刑事が文書類従というとまとめたりしていきます、はい、それはそういったところで、花尾刑事が亡くなった、100年期の御前祭に小玉に来てるんですね、はい、渋沢栄一が、うん、さんとかで言っちゃってそうそういよいよ、うん、それでそれの時に今早稲田の方に貸してるけれども、はい、渋沢栄一が実相寺に来て、はい、徳は子にあらず必ず隣人ありっていう章を、今早稲田に飾ってありますから見ていただければ、はい、それをね直筆していったんですね。実相寺にいらしたんだ、うんうん、だから花尾刑事の100年祭を100年期をやってその方寄ったんです。でパーって書いてね、それこそ襖にもパーって書いていっちゃったんですって。だから残念ながらその襖はどこ行っちゃったかわかんないけども、軸は横軸は一本今早稲田に飾ってあるんですけどもね、はい、でそれはその徳は子にあらず必ず隣人ありっていうのはね、福祉だとか教育だとか保険だとかっていったね、まあコミュニティワークっていうのなんだろうな、そこの根幹って言えるんですよね。でそれはね前日本社会事業大学の学長をなさった大橋健作先生っていうのを小玉に来て講演してちょっと私にやってもらったんだけど、その時見てねそういうふうに、ね、ちゃんと言ってくださいました。だから、渋沢栄一っていう人はそれこそ花尾刑事の、意を持ちながら王子だとか瀬尾丸だとか滝野川っていったところのエリアのコミュニティを作っていったっていうのなんですね。すごい、うん、でねあと一つねこれね絶対検証しなくちゃいけないのはね、はい、昭和の12年の春なんだけどね、はい、昭和12年、うんはい、ヘレン・ケラーはね、はい、児玉に来たいって言ったんですよ。へでねこれはねヘレン・ケラー物語っていうね、はい、雑誌っていうか伝記の最後の方にちらっと書いてあるの昔読んだんだけど、はい、残念ながら墓参を試みるんだけど浦和でね講演した後木炭車で来たの川越で縁越しちゃったんだって。あでそれの時に金谷小学校ではそれこそ花尾刑事の生家の前で子供たちがね、はい、アメリカの国旗と日本の国旗を持って待ってたんですって、はい、それはねもう亡くなっちゃったけどうちの檀家さん沖野さんっていう檀家さんからその持っててた児童だよね当時のねに話を聞いてことがあったりするんですね。でみんなが泣いたんですって来れないっていうことを聞いて、だからヘレン・ケラーが、はい、まあ、もし来てたらちょっとまた違ったかなって言ったところあるけども ね、 そうですね。だけどまあそういった思いがあったってところどこかで残しとかなくちゃいけないと思いますしね、はい、うん、またお茶井さんには、また詳しくねまたお聞きしたいなと思います、うん、お時間がね迫ってきてしまったので、ね、大変残念ですが、うん、3日のね11月3日にね、ぜひぜひゆっくり天気が良ければと思いますけれども、はい、皆さんにそれこそお話を聞いていただいたり、弁慶の幕を見ていただいたということをできるように進めていきたいかなと思いますので、はいはい、ぜひよろしくお願いいたします。すいません、今日はねお忙しいところねわざわざ来ていただいてありがとうございます、浄土宗実相寺のねご住職落合隆之さんにお話を伺いました、ありがとうございました。ありがとうございました。すいません、ありがとうございます。ごめん散歩おば、いい、おっしゃったんでごめんなさい、途中になっちゃって、またどっかでお時間、うん、ね、どっかで、いやなんか楽しかった。私バカだけど歴史好きなんですよ本当ね、そういうの嬉しいんです。本庄アキレムクラブ亀井店さんのご紹介です。そうだから何かさ他の視点でもね、ぜひ、あとその福祉のことが出てきたので、こういう車椅子ですが何かっていう番組をこの後で私やってるので、そういう今回だからね、パラリンピックやったのも結局その壁をねなくしたいっていうのがあって、もうやっぱり私車椅子になってから結構いろんな
東京とかで会議やったりしてても罵声を浴びされてたんですよ。あ、車椅子のくせにその辺うろうろしてんじゃねえとか言われたことがあって、なのでちょっと反発じゃないですけど、なんでってことで、だからさ、今回のさパラリンピック見てて、その車椅子バスケットなり車椅子ラグビーなりって言ったところで、はいはい、例えばクラスラグビーの女の子がね出てたりしてるわけじゃん、はい、でああいったところをねもう少しうまく取り上げなくちゃいけないんだよね。そうですね。できればね、その人、その子